はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もですね、リサイルさんのお宅にお邪魔しておりまして、今回の動画ではリサイルさんがミニマリストになる前と、はい、後でどんな風にお金の使い方が変わっていったのか、生活費に変化はあったのかというのをインタビューしていこうと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、ではまた簡単に自己紹介をお願いします。はい、ゆるミニマリストリサイルとして、はい、YouTube で暮らしの動画とか、あと片付けに関する動画をアップしてます。はい、はい、ありがとうございます。ぜひご興味ある方は覗いてみてください。はい、では早速1ヶ月の生活費の内訳を見ていきながら、はいはい、僕自身が気になったところを聞いていこうかなと思いますので、はい、お願いします。はい、でちなみにリサイルさんがミニマリストを目指し始めたのが、はいはい、今年2019年の2月からってことなんですよね。そうですね、はいはい、で一応生活費の内訳が、まあ、こちらの表にもあるように、はい、ミニマリストになる前2018年の12月の生活費と、はい、あとは先月、はい、2019年の10月の内訳をちょっと比較していこうという形でやっていきたいと思います。はい、はい、でまず家賃、はい、水道込みで、はい、両方とも5万5千円で、これはもうこちらの物件っていう、はい、そうですね、もうその時は住んでて、ほうほうほう、この値段ですね。あ、なるほどなるほど。水道費込みっていうのは要は固定でってことなんですか？いや、固定でっていうかもう家賃に含まれてて、あ、へー、それで5万5千円でいいよって言われて、ほう、はい、どんだけ使っても5万5千円みたいですね。おー、すごいっすね。はい、ただ私はもう元々もったいないと思ってたんで、ね、なるほど、無駄には使ってないんですけど、はいはいはい、なるほどなるほど。まあ、ということで、まあ、ここはミニマリストになる前も後も変わらずということで、はい、で続いて電気とガスに移りたいんですけども、はい、まず電気から、はい、ミニマリストになる前が2500円、はい、でなった後、はい、先月が2000円ということで500円安くなってるんですけどあんま変わんないんですよね。変わんないですね、はい、まあ、でも若干安くなってるのは、はい、先ほどもちょっとミニマリストになるきっかけ、はい、ミニマリストになって良かったことっていう、まあ、動画でお話しいただきましたけど、結構家電を手放したっておっしゃってたから、そうですね、それもあって若干生活費が安くなった、その電気代が安くなったのか、うん、と思ったりもしたんですけど、何なんでしょうねでもちょっとその去年の方が、はい、エアコンとか、はいはいはい、結構家電であったかいヒーターとか、はいはい、結構つけっぱなしにしてたんで、なるほど、それでちょっとそういうのがなくなった。うん、そうですね、あんまり無駄につけなくなったし、今ヒーターなくないですか？はい、してました。あ、なるほど。でもエアコンだけ？エアコンだけです。あ、なるほど。そういうのもあって、まあ、わずかではあるけど、はい、若干安くなったかなっていう感じなんですね。で、まあ、ガスに関しては今も昔も1500円ということで、ここは変わらずですね。で、続いて電話ですね。 Wi-Fi 込みってなってて、はい、ミニマリストになる前が13000円、はい、今が3300円ということで、まあ、約1万円節約になってるんですけど、はい、これ何が起こったんでしょう？格安 SIM に変えて、はい、本体はそのまま iPhone のずっと使ってたやつなんですけど、はい、大手から乗り換えたって感じで、ラインモバイルなんですけど、1000円。おー、安いですね。今多分キャンペーンでその1000円ちょっとなんですけど、はい、定価でも2600円とかなんですよ。おー、なるほどなるほど、はい、ちなみに大手キャリアさんはどこ使われてたんですか？ AU です。 AU さんからラインモバイルに変えて、はい、ラインモバイルを選ばれた理由っていうのは、はなんか SNS 使ってもなんかギガが減らない、はい、うん、減らないっていうのが一番よくって、で他あんまり比べてないんですけど、まあ、どこも変わんないかなと思ってそれにしましたね。なるほど。実際変えてみてどうでしたか？いや、めっちゃ安い。安いやばいみたいな。1万円の節約ってでかいですよね。でかいですね。なんかお金だけで考えるとやっぱり、確かに確かに、はい、その通信制限とか速度的な部分に関してはいかがですか？速度は正直都会じゃないと遅すぎて、うん、はい、この前実家帰った時とか全然見れなかったんですよね、はい、動画とか。なるほど。スマホだけだと、はいはい、だからその部分でちょっとデメリットはあるけど、そうです、ね、まあでも1万円安くなるならみたいな感じで今は全然過ごせているという感じですかね。はい、
ありがとうございます。で続いては食費なんですけども、はい、これ結構すごいなと思って、はい、昔が3万円で、はい、今が1万3000円で1万7000円も減ったのすごいっていう、あの正直その12月の食費はすごい大体なんですけど、はい、あ、はいはいはい、がっつり家計簿つけてるわけじゃないですか。でも食費が一番というわけじゃないと、はい、お金がかかってるなっていう気はして、それは何でなんですか。外食とあとはあのコンビニで済ませちゃったんですよ、ね、はいはいはい、去年働いてたのがカフェだったんですけど、の夜の9時半に終わるお店で、はいはい、ラストまで残ってでそこから家帰って食べるってなったらもう自炊する気力がなくって、あ、なるほど、コンビニでいいや、はいはい、で食費が高くなっちゃったと。そうなんですよ。で今では1万3000円ってなってるじゃないですか、はい、これは何が起こったんですか。はもう完全節約のためなんですけど、はい、あの健康志向みたいになって、あの自炊でその野菜とか魚とか取った方がいいなと思ってスーパーで買うようになったんですよ、ね、おお、なるほど、はい、もう自炊するだけでこんなに安くなるんですね。そうですね。あとはちょっと食べる量も減らしたいなって思って、なるほどなるほど、っていうのは食事回数を減らすとかってことですか。いや回数も減らしたこともあるんですけど、はい、基本的には量をちょっと減らすようにしてて、なんかあんまり食べ過ぎるとやっぱり太るのもありますけど、はい、あの健康に良くない、確かに、のでそのリスクを避けるために節約と健康のために、なるほどなるほど、はい、結構やっぱりその現代の人間にとってなんかその食べ過ぎっていう部分があって、はいはい、要はその摂取カロリーに対してその消費カロリーが少ないから、はい、まあ、メタボの問題だったりとか太ってくるとかっていう、まあ、あと病気になったり生活習慣病につながったりとかして、はい、でリサリさんはその食事量を減らしたじゃないですか、はい、実際どう感じましたか。その体調が良くなっていったのか、はい、それともなんか貧血だとかちょっとなんか体がだるいとかそういう症状があったのか、良かったのか悪かったのかみたいな。なんか去年その一番食べてた時っていうのが、はい、食べ過ぎて体がだるいっていうのがあったんですよ、はいはい、眠くもなるし、なんか体調も悪くないし、起きたらなんか胃もたれしてるみたいな状態だったんですけど、はい、むしろ減らしてすごいなんか身軽になった気はします。体が軽くなった。そうですね、逆に食べない時間が長い方が健康に良かったりするので。なるほどなるほど。でしかも食事の時間が減れば、はい、より時間にゆとりが持てるからいいですよね。はい、だから1回その、まあ、例えば今ねちょっと体型的にちょっとまあふくよかな方とかっていうのは、その摂取カロリーが多くて消費カロリーが少ないまあ証拠なので、ちょっと食事量を落としてみるだけでもいいかもしれないですね。そう、体調が良くなったりとかするかもしれないので、はい、ありがとうございます。ということで、まあ食費が約1万7000円自炊に変えて安くなったということで、続いてはクレジットカードに移りたくって、今も昔も3万2千円ってなってるんですが、そうですね、これは一体何なんでしょう。あのカードを昔使いすぎたのを今も返済してるという。なるほど。これはいわゆる、まあ、ローンとか、そうです、あとリボ払い、リボ払いもいろいろ含めての3万2千円です。はあ、すごいですね。なんでミニマリストさんってリボ払いとか借金多いのかなっていう。あの多分金銭感覚狂ってちゃうんですよね。なるほど、はい、これ学校教育に入れた方がいいかもしれないですよね。義務教育に入れてほしいって思うんですけど。いやすごいですね。例えばその昔どういうものを買ってたんですかね。一番最初カードできてすぐは、はい、あの田舎に住んでて都会に行った時に、はい、あの服を買って帰るっていうのが習慣になってて、洋服が好きだったん で、はいはいはい、で現金持ってないからカードでいいやってなって、うん、カードで払い続けたんですよね。ほうで、まあ、クレジットカードでも払ってて、はい、気づいたらめっちゃ増えてるみたいな。でも1ヶ月後に、あ、2ヶ月後か、支払いの明細書が来るじゃないですか、はい、その時にやばいなって思わなかったんですか。やばいなってなって、はい、分割にしたりもするんですよ。ネットで見れるんで、はい、ちょっとやばいから来月にちょっと回そうみたいな、はい、それがダメなんですけど、はい、分かってても払えないから仕方ないじゃんってなって、はい、それでもまた買い続けるわけですか。もうなんかそういうのなるんですよね。何なんでしょうね。なんか普通の人だったら、はい、やばい払えないってなってもう買うのやめようとか働かなきゃってなるのが、はい、なんか制御が効かなくなっちゃうのは何なのかなと思って。ね、カード会社が優しいんで。もうこれあかんですよね。本当。
今でこそやっと家計簿つけたり、はい、管理ができるようになったんですけど、知らないままだとマジで危ない、はい、やばいですね。だからちょっと金額どれぐらいの額をローンだったり借金とかがあるかは言わないですけども、まあ、結構な額だから今結構ねお支払いが大変ということで、そうですね、まあ、結構やっぱりそのミニマリストさんの中で昔はやっぱりそういう借金とかローンとかあとリボ払いとかで苦しんでるとか、まあ、苦しんでたっていう方がめちゃくちゃ多くて、僕自身いろんな方と会ってて、なんか今も多分苦しんでる方多いと思うんですよ。何かそのリサエルさんなりのまあ経験も踏まえて何か伝えられることがあればちょっとお伝えしていただければと思うんですけど、そうですね、はい、なんか今その事務所お金の関係の事務所とか相談したら、はいはい、そのリボの払い額をなんか、はい、利息分っていうんですか、はいはいはい、なんか払わなくていいみたいな措置が取れたりとか、なんか若干法律が変わってみたいな感じなんですかね。そうですね、それで相談できたりとかするんで、はいはい、私それやっと最近行けたんですよ。はいはいはい、はい、でなんかもし知らない方いたらそれ調べて、絶対あのもう買い物しないと決めた方がいいですね。いいんですけど、はいはいはい、やっぱりその自分の収入に見合ってないと、なんかどんなになんか投資とか思っても、うん、やっぱり買わない方がいいなと思ってて、そうですね、そう身の丈に合った支払いですね、自分の収入に合った、そうですね、そう入ってくる分に応じたその支払いにしていった方がいいですね。でそれであのリサエルさんはその、まあ、気をつけるようになって今現金払いだったりとか、はい、そうですデビットだけデビットで、はい、即時引き落とし口座引き落としのデビットカードで、はい、その浪費を防いでるっていう、そうです、はい、それも一つポイントですね、はいはい、ぜひ皆さん気をつけてください。本当にお金だけはね、はい、もう使い方によってはあの幸せにもなるし不幸にもなるから、そうですね、間違いないです、気をつけてほしいなと思います、はいはい、では続いて日用品に行きたいと思うんですけども、はい、昔が3000円で、はい、今1000円ってなってて、はい、2000円節約になってるんですけど、そうですね、これはやっぱり物減らしたから少なくなった、そうですね、物減らしたっていうのと日用品で、はい、あのなんか買う種類を減ったんですね。へえ、買う種類が減ったんで、はいはい、なんかあんまりこう買わなくていいんで、はいはいはい、なんだろう、もう買うもの決まってたらなくなってから買うみたいな、はいはいはい、だから多分1000円とか行っても2000円いかないぐらいなんですよね、1ヶ月。なるほどなるほど、いや1000円ってすごいなと思って、昔はそれこそも何種類も買ってたのが、はいはい、もうこれっていう決まってるものがあるから、はい、まあ、なくなってからもう買えばいいやっていうのにもなったし、そうですね、何種類も買うその必要性がなくなったから、そうですね、やっぱドラッグストアとか行ったらいっぱい新商品って出てるんですけど、うん、ありますよね、はいはい、まあ、なんか昔からあるやつでこれでいいなっていうのが、まあ、決まったから決まって買わなくなりました。なるほどなるほど、結構日用品もねもうほぼ多分1週間に1回は多分買うようなものだから、うん、そういうのもねやっぱ日常的にお金使ってるとそれこそ麻痺しちゃってあれもこれもって買いやすいから、はい、やっぱり日用品も気をつけた方がいいですね、はい、2000円といえど2000円といえど、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。続いて保険料に移りたいんですが、はい、昔は0円だったんですけど今12,500円お支払いされてるっていうことで、はい、これは保険になんで入ろうと思ったんですか。あ、今働いてるところ一応フリーターなんですけど、うんうんうん、保険がなくって自分で国保入ってくださいねみたいな、なるほどなるほど、はい、とこなんで、はいはいはい、あの前はあの会社さんが払ってたんですけど、ほうほうほう、ないっていう感じです、うん、あ、これ国保なんですね。国保です。国のやつですね。国のやつです。なるほどなるほど、で15,000円払う。そうです、あの民間とかじゃないです。じゃないですね。あ、なるほどなるほど、はい、そういうことですね。はいはいはい、 OK です、 OK です。で続いて被覆費ですね。被覆代が昔15,000円で、はい、今もう買わなくなった0円っていうことで。そうですね、去年まだマシだったんですけどね、うん、もう服を例えば80着とか持った時は月に 2,3万とか使ったって。もう全然使ってます。すごいですね。靴とかもめっちゃ買ってます。はいはいはい、だからもう年間にするとすごい額になりそうですよね。そうです、ね、もう普通に10万20万は10万ぐらいは多分使ってます。で今でこそまあ、物を減らしてミニマリストになっていって、はい、そのお金の使い方に対する考え方とかは変わっていった。そうですね、ある程度自分の中で
なんか定番じゃないですけど、こういうシルエットでこういう色だったら買うみたいな感じはあるんですけど、はい、基本的に春夏と秋冬の間だけ買うっていう風にしてて。なるほど。だからそれでこそもう今までその昔洋服とかたくさん買った時も毎月買ってたのが、毎月買ってました、はい、今ではもう年に数回になったってことですもんね。むしろ季節が変わって服がなかったら、はい、買いに行かなきゃいけないなって思うぐらい、あと流行とかね、そうですね、そうっていうのでお金かかってたっていう、うん、でも今でこそ洋服かからなくなって、はい、すごいですもんね。10万以上節約になってるから、はい、そうでかいですね。はい、ありがとうございます。続いて交際費に移りたいんですけども、はい、昔が6000円で、はい、今が4500円ということで1500円節約になってるんですが、はい、はい、これは何か変わった部分ってあったんですか？あ、なんか周りの付き合いがちょっと変わったっていうのはありますね、はいはいはい。それは別にミニマリストになったからってわけではなく、なったからなったのが多いかも。あ、転職したのもあるんですけど、はいはい、なんか昔というかその、まあ、少ないんですけど、6000円って、はいはいはい、それでもやっぱり晩ご飯食べに行ったりとか、休みの日ちょっとカフェ行ったりとかっていうのはしてたんですけど、はいはい、まあ、4500円、なんだっけ、10月って書いてるんですけど、多分それ、あれですね、はい、バーベキュー。あー、はいはい、バーベキューのミニマリストオフ会。そう、あー、はいはい、あれしか言ってないんで、むしろ。おー、すごい、じゃあ1回ですね。そう、1回です。へー、はい、そうなんですね。だから人付き合いも変わったし。そうですね。何が良かったですか、人付き合い変わって。なんか、なんだろう、ちょっとどうしようかなって迷った時も断れるようになりましたね。おー、なるほど、それでかいですね。そうですね。で、結局前はなんか行ってなんかちょっとあんまり楽しくなかったなって思ったやつもあったんですよ、はいはいはい、それ後悔するぐらいだったらもう行かなくていいなっていう感じになったので、うん、なるほどなるほど。やっぱりその交際費にお金がかかってしまう人ってなかなか断れないっていう人が多くて、はい、まあ、それこそ会社の付き合いだったりとか、はい、友人のお誘いだったりとか断れない人いるけど、はいはい、まあでもリサイルさん自身断れられるようになったっていうのは結構でかいですよね。はい、ありがとうございます。続いて書籍代なんですけど、まあ、ここは今も昔も変わらず2800円ということで。あ、そうですね、買ってましたね。おお、これなんかどんな本を読むんでしょう？あの、前は結構自己啓発系の本とか好きだったんですけど、はいはい、うん、今なんかそのミニマリストの本とか、はいはいはい、あとビジネス書とかちょっと気になったのは読んで、はい、なんか月に2冊とかを買いたいなって思って。お、なるほどなるほど、はい、なかなか女性で自己啓発とかビジネス本読む方って珍しいんですけど。そうなんです、全然周りにいなくて。そうですよね。なんかその結構18とか19の時からずっと本屋さん通って、はい、そういうの読むのが好きだった。でもその時は読んでただけで全然自己啓発になってないで、読んで終わりみたいな。そうそうそう、タイプだったんですけど、はい、最近だとやっぱ変わりました。読んで、ちょっとなんかノートに書いたりとかアウトプットできたりとか、はいはいはい、そう、なんか YouTube の動画ネタになりそうなものとかあればちょっと読んで勉強してみたいな。だからそれでこそインプットとアウトプットの質が変わったなっていう感じですよね。はい、はいはいはい。なんかそれやってよかったなって思ったことありますか？やっぱりこうなんか自分が生活したいような、はい、なんか生活スタイルにちょっとずつ変わっていってるような、それこそやっぱり去年とかは全然時間がないって言いつつ、はい、なんかダラダラ過ごしちゃったりとかお金がなかったりとかしたんですけど、はい、やっぱりお金の管理ができるようになったりとか、なんか時間ができて、なんかこうやりたいなって思ったことをなんか考えたりする時間っていうのができたんで、いや、もうこれめちゃくちゃわかるんですよね。あの、僕自身もやっぱミニマリストになりたての頃ってもう本当にそういう積み重ね、はい、ちっちゃな積み重ねが1年後とか2年後になってくると大きな成果につながってくる、うん、今でこそ今の僕だけ 見られるとあ、なんか自分にはできないってなっちゃうんですけど、僕もその昔リサイルさんのようにそのお金の管理がとかそのちっちゃい成果があってこその今の僕だから、やっぱそういうのがすごく大事なんですよね、うん、そう、最初家計簿の書き方もわかんない、うん、そう、僕もですそう、家計簿って何みたいな、どうやってつけるのみたいな感じからのスタートだったから、
もうみんなやっぱ最初そうなんですよね、うん、そうだから、まあ、本当にお金の使い方が荒いとか、はい、もう家計簿って何っていうぐらいの人はもうまずそこからちょっとつけてみるっていうのは結構大事ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと話脱線しまして、はいはい、で最後に奨学金、はい、で今も昔も1万2000円っていうことで、はい、これ先ほどのクレジットカードにプラスして1万2000円っていうこと。そうなんですよ。だから財布がなかったらもっと貯金できるなと思って。確かにすごいですね。だからまあ奨学金はね、まあ、あの学校のその費用学費だからまあしょうがないとは思うんですけど、はい、まあでも4万4000円ですもんね、月、はい、そのクレジットカードの支払いも含めると結構4万でかいですね。でかいですね。うーん、美味しいもの食べれると思います。いや本当にそれこそね、結構いい自己投資とか、ね、旅行とかも行けるし。旅行も行けます。なるほどなるほど。はい、ということで、一応生活費の合計を出していただいて、はい、昔が17万2800円だったのが、はい、今では1ヶ月13万9600円ということで、はい、月々約3万3200円の節約、年間にすると39万8400円の節約になっているということで、実際生活費が下がってみて、はい、今の生活自体はどうですか、感想は。あの節約にもなってるけど、なんか嫌な我慢はあんまりしてなくって、おうおう、まあ、自分がなんか楽しめる程度の、おうおうおう、なんか例えばそう10月とか特に節約してたんで、はい、すごい金額少ないんですけど、ゆとりができたらご飯食べに行ったりとかできるんで、今の方がめっちゃいいですね。なんか節約って聞くとやっぱり結構我慢、あの質素倹約みたいなイメージをする人がいると思うんですけど、今リサイルさん自身はそこまで我慢してるっていう感じではなく、そうですね、むしろなんか好んで節約やってて、楽しくて、そうなんですよ。なんか変にはまりそうで、逆にこうミニマリズムから外れちゃいそうで怖いなっていう。いやでもいいんじゃないですかなんかやっぱりそのミニマリズムで大事なのって、結局無駄なところとか、要はどうでもいいところには必要最小限の経費というかお金で、はい、抑えて、で自分が一番かけたいと思ったところにも 1.5 価主義でかけるっていうのが、まあ、僕はミニマリズムだと思うから、そう、まあ、まずはその節約にハマるっていうのは結構大事かもしれない。そうですね、私の中でその一点のそのやつがまだないんですよね。だからまず全体的に節約、そうですね、そうで、あとはもう人によっては、まあ、僕の場合だと結構自己投資にめっちゃお金かけてて、そう、もう本当にもうバカにならないぐらい今かけてるんですけどで人によっては、まあ、お食事にかけたりとか旅行にかけたりとか、はい、まあ、するから、まあその今後のリサエルさんの、まあ、お金のかけ方っていうところにもちょっと注目ですね、はい、ここ。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、リサエルさんに聞きたいのは、ここ一番節約してよかったなっていう内訳とかってありますか、今までの。今までね、やっぱり毎月かかってた洋服、とか、まあ、靴とか。はいはい、被服代のところですかね、はい。はい。減らして、やっぱりちょっとやっぱ負担が減りました。負担はもうかなり減って、そのお金もなんですけど、一番なんか買い物行く時間が、はいはいはい、やっぱり結構毎週のようにウィンドウショッピングで行って出かけてなんか持って帰ってくるみたいな習慣だったんですけど、それすらなくなったんで、はい、なんかすごいなんか体的にも楽になったし、疲れないしとは思います、はい、だから今めっちゃ服買ってる人とか洋服、靴とかアクセサリーとか、なんかそういう身につける類のものを結構買ってる人は減らしてみると、節約してみると結構いいですよっていう感じですかね。絶対今ある服で十分に暮らせる。そうなんですよね、暮らそうと思えばそうなんですよね、暮らせるんですけど、そうだから悩むのねだりで買うのではなくて、一旦あるものに目を向けてみるっていうのも結構ありですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そして最後にリサエルさんに聞きたいのは、ミニマリストになる前と後でそのお金に対する考え方、価値観って変わりましたか。はい、最初は節約が目的だったんですけど、はい、なんかやっぱり物に対してお金を払ってたりとか、なんか物のためにこう支払いのための労働みたいな、はい、してたのが、はい、なんかちょっと変わってきたかなって今思い始めてて、最近、はいはいはい、
やっぱりダブルワークしてたりとか、はい、なんかいっぱい働いてるのにどんどんお金がなくなっていくっていう、うん、なんかすごい悪循環みたいなのがあったんで、なんかその節約プラスミニマリズムっていうのは知れてよかったなって。お確かにその負のスパイラルから抜け出せるようになったみたいな、はい、本当そうなんですよね。結局物をたくさん買うためにそれだけお金が必要になるから労働もたくさんする、ダブルワークとか労働時間増やすとかして、でも物を結局買うからせっかく稼いだお金もなくなっていくみたいな、そうそう、人によっては借金が膨らむみたいな、そうなんですよ、なってるから、それってなんでって疑問に思ったんですよね、きっと。そうなんですよ、そう、なんかもったいないというか。で今ではまあそのミニマリズムとか節約を実践するようになって、はいはい、ちょっとその今までのライフスタイルから変わってきたと。そうですね、まだ成長途中なんですけど。なるほどなるほど。え、ちなみに今後こんな風にしていきたいとかってあるんですか、はい、お金の使い方という面で。使い方で言うと、はい、やっぱり旅行には使いたいなと思って。あ、はいはいはい、なんかいろんなとこに行きたいっていうのが一つの夢であって、でそれでなんか回れるうちに回っておこうかなって、はいはいはい、そのための節約でもあるし。なるほどなるほど、はい、なんか目的のある節約っていいですね。あ、そうじゃないと続かない、続かないですね。私もやろうと思ったんですけど、その口座に100万を作ろうとか、はいはいはい、全然続かないっていう。そうなんですよね。だから貯金を増やすにしろ、はい、節約をするにしろ、はい、何のためにするのかっていう、まあ、物を減らす時も一緒ですけどね、はい、そう、目的を持ってやるとうまくいきやすいかなって思いました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回リサイルさんに1ヶ月の生活費だったりとか、はい、お金の使い方の変化をインタビューしてきました。ということで今回の動画を終わりにしたいと思います、はい、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。